皆さんこんにちは、ポントです。今回は最終戦 NHK 杯の予想をしていきたいと思います。まずは男子の予想です。前回の予想では1位羽生結弦選手、2位ケビン・エイモズ選手、3位ミハエル・コディアダ選手と予想をしましたが、今回の予想では1位羽生結弦選手、2位ケビン・エイモズ選手、3位ジェイソン・ブラウン選手としました。優勝は羽生選手で間違いないでしょう。スケートカナダからどれだけスコアを上げてくるか注目です。2位以降は1戦目で表彰台に乗ったエイモズ選手、ジェイソン選手、イグナトフ選手の争いになると思います。その中でも有利なのはエイモズ選手と予想をしました。4回転はありませんが、ジェイソン選手もスケートアメリカでは素晴らしい演技で2位に入りました。今大会も同じような演技をしてくれるでしょう。正直ロシア大会でのイグナトフ選手の出来には驚きました。ジュニアの時から変わらず体力面に不安はありますが、十分に表彰台争いに絡んでくるでしょう。日本からは他に島田選手と山本選手が出場します。山本選手は4回転に安定感が出てきたので、ノーミスの演技ができればメダル争いも絡んでくるはずです。島田選手はまずは4回転を決め切ることが大事です。今シーズンは4回転以外のジャンプも崩れてしまう傾向がありますが、まずはノーミスで目指してほしいです。続いて女子の予想です。前回の予想では1位紀平梨花選手、2位アディーナ・ザギトワ選手、3位アディーナ・コストルナヤ選手と予想をしましたが、今回の予想では1位紀平梨花選手、2位アディーナ・コストルナヤ選手、3位アディーナ・ザギトワ選手と変更をしました。大混戦が予想されます。構図としてはトリプルアクセルを持つ紀平選手とコストルナヤ選手の対決にザギトワ選手が絡む形になると思います。正直コストルナヤ選手の方が有利だと思いますが、何よりもホームの大会なので紀平選手を1位と予想しました。トリプルアクセルの出来が勝負を左右してくると思います。3位のザギトワ選手もノーミスの演技をしてくれば優勝に絡んでくる可能性を持つ選手ですが、この3人の表彰台でほぼ間違いないでしょう。日本からは他に横井選手、山下選手が出場します。横井選手は連戦ですが、ショートからノーミスの演技をしてもらって自信をつけてほしいです。山下選手はまだ怪我に苦しんでいる様子ですが、練習を見る限り調子がいいので、まずはノーミスの演技をしてほしいです。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また次回お待ちしております。バイバイ。